これは私たちが共に作った物語。物語は終わりを迎えるけど、残された記憶も、届いた感情も消えたりしない。それは後世の鍵として、人々の記憶の中に、未来永劫存在するの。例えば、このタイムカプセルを開けるたびに、私たちは、 キアナカスラナという女の子に再会できるあの時の彼女はまだ世界のことをよく知らなかったそして彼女が選んだ道には来るべき困難や逃れられない運命が待っていることを私たちは知っているでも何より大事なのはその後 彼女は世界で最も美しいものに出会うということ。そう。愛という宝物に。 先輩からだ <laughs> そうだよね新しい仕事あっという間に始まっちゃうでもその前に。 何か足りない気がする。あ、そうだ。こうして、次はこう。よし、これで行こう。キアナ、出撃